ニューたけし。こんばんは。こんばんは。この企画ももう4回目ですよ。ね。好評につきありがとうございます。好評なんですか？好評ですよ。再生数伸び悩んでると思うんですけど、もうちょっと欲しいですね。確かにね。はい。今回ですね、前回のオーバータイムでジャークチキン食えなかったんで、そうだよね、出店されたローリングさんに行きたいと思います。僕ら営業終了後に来てるんで、ホテル国際プラザの前にあります。はい、ローリングさん、幸四郎さん、はい、こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。めっちゃいい匂い。これが噂のジャークチキンです。じゃあちょっと注文しましょう。ねえ、どうしよう。見えた。ジャークチキン、砂ずりジャーク、あ、ない、ありがとうございます。アルコールセット、ソフトリンク。え、アルコールセットっていうのがありますよ。お、アルコールセットって何ですか？アルコールセットはこのジャークチキンに一杯アルコールがついてくる形。めちゃくちゃいいじゃないですか。そうになります。アルコールは下の欄から選んでいただいて大丈夫です。おー、ジャークドッグもジャークオーバーライスも、あ、ジャークオーバーライスうまそう。うまそうだね。じゃあアルコールセット2つにしましょうか。2つにしようか。 OK、 お願いします。はい、お願いします。中もありますね。中も見せてもらおう。めっちゃすごい。ラーリン、いろんな方が来てますね。いいですね。わあ、うまそうな匂いが漂ってまいりました。はい。一緒ですよ。昼も食ってない。そうだ、今日昼も食わないで今日このジャークチキンを食うために、おー、楽しみにしてたんですよ。めちゃくちゃ染みると思う。おお。これがジャークチキン、やば、最高やん。ハブシュすごいね。ハブシュってこれちょっと見てください。国際通りに面してるから、そうだよね。やっていけるっていう。いいね。すごいね。コメント欲しいっすね。ごめん、言っていいか分からんけど、なんだろう、この光、この影具合と、このちょっと遠くで。遠くになってて、ちょっと顔がわからない具合が、本当ケンタ君だよね。あのケンタ君。ケンティーの方ですか？そう。ケンティー。見てるんですね。で、嬉しいよね。完全にもう、ソヨさんを真似してるというか。そうです。ソヨさん意識してるから、絶対。わかんないです。嬉しい。それはわかるけど、真似してますし言われてもないし。確かにな。おお、すごい。うそう。あ、焼くたびに思うんですけど、焼いてた方が食いたくなるんですよ。ええー。焼く側が。焼きすぎて目の前毎日食うんですよ。いや、けどほぼ毎日かもしれない。出勤した時はね、不安だよね。僕ジャーク、ジンギスカン毎日食ったことあって。ジンギスカン毎日？匂いが臭くなったんですよ。ジャークチキンどうですか？多分ちょうどそうですね。香辛料だから。そう、確かにな。スパイスがうまいと。お疲れ様でした。高い。あー、最高。締めるな。でも、すきっぱらにきつくないですか？きついな。どっち？きつい。全部共感してくれるやん。うん、きついな。
絶対モテる全部共感するもん基本や基本否定は良くないよなるほどだとすると否定してきた人生か正直あ正直です確かにじゃあ食べましょうか、はい、ケチャップいらないですか入れない派ケチャップはね入れる派一回そのままいこうかなどうぞ生の生じゃねえわなんだ生は危ないそのお店の味ねはい、はい、じゃあいただきます見て塩マスをいただきますうん染みてるおおスパイスたちがね、うん、うまいうん柔らかいへえあこれだこれがジャークチキンジャマイカやほう間違いないポッポッいただきますはいおおでかいのからいこうかいただきますはいうめジャークチキンうめマジで流し込んでねうまっでちょっとあの僕、うん、ケチャップかけるんですよ、うん、ケチャップかけさせてください、はい、わー豪快にいくね、はい、ケチャップ好きなんですねえ好きだよね昔あのレフラーにさあのあったじゃんあの冷蔵庫はいあの開けたらもう全部ケチャップだったからねそんなことあります10本ぐらい入ってたねそんな絶対嘘やんそれ絶対嘘やんそんなことないもんでも1本はあったなはい、はいうん、あったないただきますそうやっぱケチャップ最高おーポッカンポッカンいやいやみいやビッグアップローリンヤマンすべての人にリスペクトヤマン行こう最高どうしたライムあったおおライム絞ろうそうだねライム絞るの初めてでライム絞っていただきますはいうんうんうまっライムの香りがすごいうまっ最高のセットなんですこれねダークチキンアルコールセット1500円素晴らしい皆さんもぜひ Yeah はいはーい川から名前なんですか名前はワンティンワンティンはいワンティンイエーイ要不要介紹一下 YouTube イエーイ私はササですササササ、よろしくお願いします。ササは日本の食べ物で何が好きですか？Many, many. Everything? Everything. Too much? Nice. I like Lulo Fan. Thank you. Next. Yay! Taiwan! I'm YouTuber. Okay. Hey, it's his birthday today. Oh. 23 years old. 23 years old. Yes, 23. 誕生日。Happy. おめでとうございます。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Happy birthday to you! YouTube 登録 OK! Thank you! Yay! YouTube 登録 Thank you! Vlog! Yeah! My... Yes. This... We are shop. Refra. So are you owner?No, salaryman. Salaryman? Yeah. Salaryman, 会社員。会社員。大城さん、はい、ステッカー貼ってもいいですか？はい。ありがとうございます。ぜひどこでも貼ってください。どこでも。はい。いい。ああ、いいですね。ああ、皆さんも。かわいいですよね。ありがとうございます。皆さんにステッカーないんですか？ありがとうございます。ありますよ。あります。
よかったらもらってください。映っていいですか、イケメンの。いいですか。こちらからブラジル。ブラジル、12時間時差ありますもんね、ブラジルは。最近 TikTok でブラジルの女の人と友達になったんですよ。ジェシカと。友達だけですか。まだ沖縄に来てないんで、ブラジルに。お名前何さんですか。ジョアンです。ジョアンさん、ジョアンさん、ジョアンさん、ありがとうございます。ジョアンさん、ワンライフ、ワンウェイ。 Yes! ワンライフ、ワンウェイ、ワンライフ。その通りです。ワンライフ、そう、ワンライフ、ワンウェイ。ありがとうございます。イエーイ。ちょっとあの投稿お願いします。あ、ありがとうございます。もうバッチリ載ってますんで、ありがとうございます。楽しみにしてるんで。ありがとうございます。イエーイ。はい、バイバイ。楽しんでね、沖縄。I love Taiwan!国際交流ですね。そうだね、台湾のね方々と。でもね、すごいね、喋りかけてさ。 あっちから。あっちから来た。あ、はい、そうか、そうですよ。そうだそうだ。でも普通だったら、はい、その喋ってきたあの人いたじゃん、はい、のまあ何かしらのこう要望があるわけじゃん、はい、聞きたいことがあったわけじゃん、はい、で聞いて、で何々ですよで終わりじゃん普通、はい、でもね、そっから話を広げるって、はい、あっちもまさかあんなに喋るとは思わなかった。そうっすね。めっちゃ喋ってくるやん。チャンネル登録までしてくれたんでね。こういうことだよね。どういうこと、ね、いや僕カメラ回ってたら無敵なんですよ。カメラなかったらもう何もできません。下向いて歩いてます。下向いて歩いてます。カメラ回した時だけ上を向いて歩ける。すごい、スイッチが入る。スイッチマン。でも旅行客多いです ね。みんな楽しそうで、いいね。そうだよね。そうよ、やっぱ外国の方多いね。うん、だってあのマジで外国でこの時間こんな風にいろんな店が開いてて酒も飲めてご飯食べるところってもうないですからね。タイとか行けばあるかもしれないけど、要はあれでしょ、基本的に治安でしょ多分。あ、ね、そうそうそう。こんな時間って外国でカメラこう持って歩いてたらカメラ撮られちゃいます。普通だと。それも日本のいいところですね。当たり前のようで当たり前じゃない。渡りましょう。じゃあ2軒目行きましょうか、はい、松山石庭のとこ。そう、松山のもう繁華街。どこですか。ソーナトルリダ。ソーナトルリダって言うんだ。そうなんだ。ゾナって言ったけどゾーナなんですか。ゾーナなんだ。みんなゾーナ、うん、はい、本当はゾーナ。ゾーナトルリダさんへ行きましょう、はい、前回の動画でね、Gリゾートでお世話になった直哉さんが経営されてるバーです。こちらゾーナトルリーダ、今聞きに行ってます。撮影許可どうなんでしょう。多分行けるんじゃないか、行けないんじゃないか、行けるんじゃないか、行けないんじゃないか。果たして結果はいかに。 OK おお。はい、バーゾナに、ゾーナですね。ゾーナにやってきました。はい。はい、そしてユウマです。店長のユウマさんです。ユウマさん。ユウマさん。イケメンユウマさん。どんなとこ。久しぶりだね。久しぶりですね、めちゃくちゃ。
え、最後最後多分ノラクロでやったら最後ですね。しかもその時もバタエかなんかじゃないですかね、多分。そうだね。そうそう、ユーマさんもレゲエ好きなんですね。レゲエも好きで、四つ打ちはジャングルでレゲエが入った四つ打ちやったりとか。おお。DJ もされるってことですね。 DJ もちょこちょこ自分のイベントではやらせてもらって。すごい、ユーマさん。ユーマさんね、よろしくお願いします。お疲れ様です。ユーマさん、俺最後に会った時に比べたらタトゥーがめちゃくちゃ増えてますね。この辺がめっちゃ増えたかもしれないです。確かにサンゴアタトゥーがかっこいい。はい、ケンタさんといいですか。ケンタさんとカルノも同級生が出るやつです。おー、そうそう、いいね。サンガータトゥー見ていいですか。これ沖縄の、はい、お願いします、解説。沖縄のね、なんて言えばいいかな、一応お守りみたいなね、魔よけ、うん、あの食べ物だよね基本ね。お供え物に何も悪いものがついてこないように、お供え物に置いて持っていくし、サンゴは。へえ、いいですね、サンゴは。変な人がやってこないように。あもうね、シーサーさんがもう石岩島じゃない。石岩島ですね、まあ、沖縄のそこで行ったら大体は麻薬やってその辺で行ったら。そうそうそう、石岩島知らない人多いかもしれない。あの、うん、T 字路あるじゃんね、はい、T 字路 の、 あの、まあ、突き当たりの建物じゃん基本、はい、で右左ぶちか曲がるじゃんね、ナス見て。で魔物はね、確か曲がれないから直進するらしい。へー、建物に入っていくから、はい、その建物のちょうど真正面にあの石岩島って、あのなんだろう、お、なんていうの、あれ表札みたいな、ね、うん、観光客の人とかは、え、表札みたいな、うん、そう思う、石岩島。じゃあみんなあの名前って思うじゃないですか、観光客の人は。そう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 。この名前多すぎだろうって。だからあの観光、あの観光で沖縄来たら、はい、あの T 字路の突き当たり見てみてください、絶対あるから。お、基本的に石岩島ですから。へえ、あとシーサーはね、もう説明不要だね、うん。そんな感じ。はい、ニュータクシーステッカー、ゾーナさんでもね貼らせていただくことになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。どこに貼っていいんでしょうか。ブースのあたりに貼っていただければ。あ、いいですか。はい、このアートが書いてあるんですけど、いいですかね。バキバキすんないです。行きましょう。ここもありますよ。あ、本当だ。こっちが見やすい。ここも、ここいいんじゃないですか。え、いいですか、ここ。全然どこでも。こっちいいや。ちょっとだね。じゃ、行きます。はい。はい。あ、ありがとうございます。素晴らしい。ありがとうございます。かっこいい。かっこいいね。ちょっと乾杯しました。おお。ちょっと。すいません、ありがとうございます。で、あ、すいません。おすすめの。締めのこれテキーラですか。そうです。いただきます。ハブシュ、いただきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。えー、もう一発ですか。あー、すげー。もうゆうまさん、締めて締めて締めましょう。やっぱゾーナだよね。やばい、本当に次いけるのかなっていう。ゾーナだよ。ブス参りましょう。おはようございます。すいません、いつもありがとうございます。ありがとうございます。サルーサルー、うん、うま、美味しいね。はい、が2杯目の方がうまいっすね。はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、タトゥーやばいっすね。全然全然遊びながら。タトゥー見ていいですか。あ、タイガーとパンサー。これこの組み合わせ絶対かっこいいんですよね。すごっ。でさっきあのちょっと暗くて見えなかったですけど、もう一回サンゴ。サンゴとおめでとう。サンゴ。サンゴ。ありがとうございます。もう一緒だと。すみません。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ごちそうさまです。ありがとうございました。いってらっしゃい。ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。竹光さん、ありがとうございます。お疲れ様です。チャッタイさん、プラス足りてません。やば、え、足りてあ、もうタクシーで行きましょう、一緒に。タクシーで一緒に行きましょう。あの、オーバータイム、ね、オーバータイム、お忙しで、オーバータイムでオーバーワーク。あっちからやってた。ありがとうございます。ありがとうございました。忙しいね。1分30秒ぐらいですよね。この距離。面白。多分なんか物資が足りてないっぽい。氷？氷っすよ。氷とグラスが、あ、グラスじゃない、コップ。ああ。多分時知らずでやってるから、はい、なんかそういったの全部も持ち込みなんだ。あ、持ち込みなんだ。持ち込み全部。そうなんだ。今場所だけは提供しますよ。はい、なるほど。オーバータイムっていうイベントをやってて、その買い出しにチャッタイさん、バーバーショップナイスタイムのチャッタイさん、いつも俺が髪切ってもらってるチャッタイさん。 OK、 今日は人少ないね。そうっすね、この辺いっぱいいるんだよ、土曜日。ああ、盛んな子たちが、盛んな子たち、いいことですね。はい、お疲れ様でした。イエー。今日3軒行きましたね。3軒だね。じゃあ今日は僕が言いましょうね。はい、1軒目、はい、ローリングさん、はい、ジャークチキ食べました、はい、美味しかった。2軒目、はい、ゾーナ、はい、ハブシュ、ハブシュ、あ、ハブシュですね、テキーラじゃない、ハブシュ、ごちそうになりました、ありがとうございます。ございます。で、3軒目がトップツリー、トップツリー、僕らがもともとエフラーがここに移転する前、国際通りに移転する前にあった、オーパっていうビルの最上階にあるクラブにお邪魔しました。3軒はしごしました。で、途中ね、あの外国人の台湾の方と、そうだ、ね、ハッピーバースデーしたり、すごい、まあ、なかなか充実したはしごになったんじゃないでしょうか。ね、どうですか。よかったです。こういう、なんだろうな、さっきもさ、自分の髪切ってて何したよ、はい、オーナーさんちゃったんよね、はい、ああやってね、こう急に会う、はい、ああいうの大好き。おおほうほうほう、よかった。ガイダンス、ガイダンス、神の導き、いいな。楽しかった。コメントも来たらいいです ね、 たくさん、コメントたくさんお願いします。チャンネル登録も増えたら、あ、ヨギさんいます、チャンネル登録も増えたらいいですね。ね、いや、よかったんじゃないでしょうか。はい、ね、また第5弾、第6弾、第7弾つってね、おお、うん、たくさんね、はい、いろんな人紹介するよ。おお、お願いします、はい、というわけでマイプレイスレフラー沖縄店に到着しました。お疲れね。じゃあ、はい、さようなら。ニュータケシ、ありがとうございます。
今からやるね、あっちから。